ドイツ一部のシュトゥットガルトに所属する、本代表 MF、遠藤航は、負傷のため一時的にチームは別メニューでの調整を余儀なくされてい、ドイツ、タグ24などが伝えた。今シーズンの欧州差はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、シュトゥットガルトは26日に行われた練習試合で、ハンブルガー SV と対戦して3-2の利を収めたが、遠藤はこの試合で負傷したよ、だ。その後は、チームの全体練習に参加せず、個トレーニングを行っていると伝えられてい、膝に強い打撲を受けた。まだ数日かかるだろ、とスベン・ミスリントアト SD、スポーツ・リクターは、遠藤の負傷の状態について、コメン、29日に行われる、アルミニア・ビーレフェルトについては、出場することはないと思うと見、死を示している。もしこれが、公式戦だったと、れば出場できるかもしれない。だが、練習試合は、無理をする意味はないと、ミスリンターと SD 続けており、ごく軽い負傷であることを伺わせている。遠藤は、昨季加入したシュトットルトで不動のレギュラーに定着し、チームの1、昇格に大きく貢献。現地メディアで、新キャップ、候補の一人にも挙げられるなど、中心選手して非常に高い評価を受けている。両。